俺は冬が嫌いだ。冬になると思い出す。冷たい海と俺の手を掴んで必死に何かを訴えていた男を。この夢ももう何度見たかわからないな。あ、そろそろ二十歳になる頃でしょうか。お父さんはあなたとお酒を酌み交わすことを楽しみにしていたかもしれない。そう思うと自責の念に駆られます。今月もあなたのお父さんの口座に30万円振り込みます。わずかですが生活費の足しにしてください。俺はエイジ、26歳。10年前人の命を奪ったことがある。その人には俺より6つ下の娘がいて、俺はその子宛に毎月謝罪の手紙を書いている。二十歳になってからは夜の街で働き、稼いだお金のほとんどを送っている。しかしどんなにお金を払っても亡くなった人は帰ってこない。でもそうせずにはいられなかった。俺はあの日のことを激しく後悔しているから。そんなある日、俺が新規のお客さんのテーブルに向かうと、そこには凛として綺麗な女性がいた。そして俺を見るなりこう言った。探しましたよ。私が誰だかわかりますか？ええ、どこかでお会いしましたか？覚えていないのですか？こんにちは。私の父親の命を奪った男さん。復讐に来ました。彼女は俺が命を奪った男の娘だった。私にはその権利がある。あなたはいつも手紙でそう言ってましたね。ああ、その通りです。ついにこの日が来たんだ。彼女は俺がどんな生活をしているのか知りたいから家に連れて行くようにと言った。断る理由もない俺は彼女に従った。ずいぶん質素な生活をしているんですね。そこそこ売れてるホストなんでしょ？俺が生きるのに贅沢なんていりません。そうやって全部うちにお金を送ってくれていたのですか？それで父があなたを許し、私や母や父を知っている人が満足すると思っていたのですか？俺にできることはもうそのくらいしかありませんから。寂しい生き方ね。早く復讐してください。あなたの家族の幸せな生活を壊した俺を好きなように罰してください。俺はそのために今日まで生きながらえてきたんです。そうね。そんな寂しい人生、今日ここで私が終わりにしてあげるわ。はい。ようやく俺は本当の意味で罪を償える。じゃあ今日から私が命令することすべてに素直に従いなさい。え、今日から一緒に住むからせいぜい頑張ることね。待って、そんなのでいいの？俺はこの命を差し出す覚悟だって。ぐちぐちうるさいわね。これは復讐なんだから黙って付き合いなさいよ。はい。こうしてなぜか俺は自分が命を奪った男の娘と一緒に暮らすようになってしまった。あなたはいつも手紙で自分のことをあなたの父親の命を奪った男と名乗っていますよね。長くて面倒くさいからエイジって呼んでもいい？いいですけど。じゃあ私のことは静かと呼んでいいから。そんな、慣れ慣れしすぎます。命令に背くの？じゃあ静かさんで。しょうがないわね。こんな感じで俺たちの奇妙な共同生活は始まった。しかし復讐というのに彼女は何もしない。彼女が俺に与えるのは罰ではなく、ただの穏やかな生活。俺なんかのために毎日ご飯を作って着古していた私服を新調してくれて、俺なんかのために誕生日まで祝ってくれた。それは涙が出そうなくらい普通な日常生活だった。そんなある日の夜、俺が例の夢にうなされて目を覚ますと、心配そうに俺の手を握る人がいた。大丈夫？大丈夫です。悪い夢を見たの？悪い夢じゃない。あれは現実に起きたことです。父が亡くなった時の夢を見たの？
うん。話して、どんな夢なのか、最初から全部話して。わかりました。断る選択肢がない俺は、もう何度見たかわからない夢について、最初から順番に語り始めた。6歳の俺は、冬の海に釣りに来ました。ライフジャケットもつけず、実に海を舐めた格好で。うん。防波堤で、知らないおっさんに言われるんです。その先に行くな。そっちはいきなり高波が来るかもしれねえぞって。うん。ここは祖父の家の近くで、俺は祖父の家に遊びに来るたびにここで釣りをしていた。いつもは夏に来ていたから、冬に来るのは初めてだったけど、ここで高波に会ったことはない。きっといい釣り場を横取りされたくなくてそう言ってるのだろう。そう思って俺はおっさんを無視した。しかし、高波はいきなりやってきた。びっくりした俺は足を滑らせて海に落ちた。海に落ちた俺を助けるためにおっさんが海に飛び込んだ。ライフジャケットを着ていない上に防寒着を着込んでいた俺は重くてすぐに沈みそうだった。それをおっさんは必死になって助けてくれた。なんとか二人で岩場に上がったが、そこでおっさんに異変が起きた。胸を押さえて倒れたのだ。おっさんの心臓がやばいことは分かった。でも俺はどうすることもできず、俺の手を掴んで何かを訴えてるようにこちらを見てくるおっさんを見て、ただ震えていることしかできなかった。きっと、バカな俺を責めていたんだ。お前が忠告を聞いていれば、俺はこんなことにならなかったって。救急車を呼ぼうとしたけど、スマホが濡れて使えなくて、じいちゃんの家まで走った。救急車が到着した頃にはもうおっさんは真っ白な顔をしていた。エイジ、俺が悪いんだ。俺がおっさんの話を聞いていればこんなことにはならなかった。俺が釣りに行かなければこんなことにはならなかった。俺がいなければ。エイジ、もういいの、苦しまないで。お父さんが亡くなったのはあなたのせいじゃない。そんなことない、俺がいけないんだ。エイジ、私はあなたに復讐しに来たんじゃないのよ。本当はもうあなたに自由になってほしいと思って会いに来たの。お金ももういい。お金をもらって本当に助かったけど、私も大人になったからもういいよ。そんな。私もあなたを全く恨まなかったと言ったら嘘になる。あなたが海に落ちなければきっとお父さんは私たちのところに帰ってきた。でも毎月届くあなたの手紙にはあなたの誠意が痛いほど詰まっていた。お金だってあんな大金簡単に渡せる額じゃない。あの手紙を読めばわかるよ。あなたはもう十分すぎるほど苦しんだよ。私たちよりずっと苦しんだでしょ。ダメだよ。俺のせいで人が亡くなったんだ。これはどうあっても許されることじゃない。バカ、あなたは人の命を奪ったんじゃない。命を救われたんでしょ。もう加害者ぶるのは終わりにして。あなたはお父さんに命を救われたの。私のお父さんはあなたの命を救ったの。私のお父さんは勇気がある人。冬の海に落ちたあなたを見てためらわずに助けに行った。私はそんなお父さんを尊敬している、誇りに思っている。私だって何度もいっぱい考えたの。お父さんが亡くなったのは事故。お父さんは助かったあなたを恨むような人じゃない。お父さんはあなたにそんな顔で生きてほしくて助けたんじゃない。あれ、おっさんは最後に本当はどんな顔をしてたんだっけ。忘れていた記憶が急に鮮明に蘇ってきた。心臓の痛みで苦しみながらおっさんは俺を見て必死に笑おうとしているようだった。俺の手を強く握ったのは痛みを訴えるためじゃない。心配するな、大丈夫、そんな風に俺を励まそうとする手だった。子供を思う親の目だった。それは俺を通して静香さんに向けられたものでもあったのかもしれない。おっさん、
ごめんな。俺はあなたが言っていることを本当に何も聞けてないな。おはよう。おはようございます。翌朝、俺も静香さんもひどい顔をしていた。あの、ホスト辞めて普通の会社に就職しようと思います。見つかるかわからないけど、見つけます。そうですか。きっと大丈夫だと思いますよ。それで、その静香さんはもう帰るんですか？え？もう言いたいことは全部伝えてくれたわけですよね。だからもうここにいる意味はないのかなって思って。帰りませんけど。え？帰りませんよ。私はエイジを幸せにする役目がありますから。なんで静香さんが俺を？うるさいわね。私の家族のために長年自分の幸せを削ってきたんでしょ。だったら今度は私がエイジに恩を返す番よ。分かったなら黙って私に幸せにしてもらいなさい。静香さんが大学を卒業した年、俺は静香さんと結婚した。結婚したいと思った時は静香さんのお母さんに反対されるのではないかと怖かった。でも静香さんのお母さんはとても喜んでくれた。うちの両親は俺が命の恩人の娘さんと結婚する事実にいろいろな感情が芽生えたのだろう。結婚式の間、最初から最後まで泣いていた。エイジがバカみたいに責任感じてなかったら、私たちここまで仲良くなれたかな。正直接点がなくなってたかもしれない。だよね。そう考えると変な感じ。いや、俺が悩んでた時間は無駄じゃなかったってことだよ。俺も静香もずっとお父さんに見守られてたんだ。うん、お父さんの分も幸せに生きよう。うん、幸せに生きよう。一度目は見知らぬおっさんに命を救われ、二度目はその娘に心を救われた。もう俺は冬が嫌いじゃない。漫画エンジェル猫岡、チャンネル登録よろしくね。